博多一号墳は福岡県福岡市博多区に位置する博多遺跡群から発見された博多区獄署町一番と博多区獄署町六十五番地及び六十六番地に存在した前方公園墳である。1985年5月に西日本鉄道株式会社によるビル建設に伴い東側の約1745平方メートルが発掘調査された。 その一年後に西側の約160平方メートルが愛知コーポレーションによるビル建設に伴い発掘調査され前方後円墳の形状に沿って吹き石が残っていることわずかながら埴輪などの遺物が出土したことから前方後円墳の存在がはっきりとしたその後 残っていた吹石や小石室は、西鉄疑音ビルの建設に伴い周囲の古代から、近世の遺構と共に消滅した。現在、跡地には、西鉄疑音ビルと博多セントラルビルが建ち、古墳があったことを示すものは何も残っていない。残存する吹石の配列から、全長約60メートルから70メートル、公園部直径約40メートルと推測され、同じ福岡平野では、 中八万古墳、老子古墳に匹敵する規模を持つ。古墳の主体部は、墳球諸とも作兵された後であったが、就行埋没後には、公園部の周辺に七基の小石室が、前方公園墳の吹き石や、石室の石材を用いて築かれた。そのうち一基は、石色顔料が塗布された石材を用いており、主体部は、装飾古墳であった可能性も指摘されている。 出土した埴輪は大半が円筒埴輪だが量は多くないものの継承埴輪の破片も出土した。ただしどのような形に復元できるかは不詳。いずれも赤色顔料が塗布されてある。このほか古墳に関連する遺物として周辺の中世、近世の遺構から壁玉性下玉、鉄属、金管が出土している。埴輪の形状や小石質の構造から 前方後円墳の築造は4世紀末から5世紀初頭、小石室の築造は6世紀後半から7世紀後半であると推定される。吹石の列が平安時代の溝により切られている場所があることから、平安時代には墳球の崩壊がかなり進行していたことがわかっている。墓多地合墳の他にも、墓大石群には古墳と思われる場所が存在する。 墓多一号墳の北東側約100メートルの墓遺石群第109次調査区では前方後円墳のものと思われる周行化、検出されており、円筒波庭の破片が周行と周行と同じ調査区の中世から近代までの移行から出土した。一部は赤色顔料が塗布され、5世紀後半に否定されている。墓多一号墳の西南西。 約200メートルの墓体積群第166次調査区でも前方後円墳のものと思われる周合化検出されている。墓体地方墳の南西側約500メートルの墓体積群第171次調査区では五笠側に伴う体積途中世から近代にかけての移行から赤色顔料が塗布された円筒埴輪と家型埴輪の破片が出土している。さらに、 明治初期に埋められた帽子を彫の毎度から人物埴輪の頭部が出土している。博多 X 博多遺跡群第31次調査の報告マイナスでは気温調になっている。ありがとうございます。